今ですね、後輩が部屋にいるんですけども、今回の企画は後輩にお前なんか俺に隠してることあるじゃんって言ったら、何かしら先輩に隠してた悪事を言い出す説。大丈夫。はい、というわけで、エレキッドバスボーイズ、過去の罪は償われない。一旦ちょっとさ、近況とかについて、はい、これからとかについてちょっと話したい。一人一人って一旦話して。たかたか、はい、たかたかは人生が豊か、はい、今ですか、うん、割と豊かです。ああ、たけではない。たけではないですね。ああ、そっちか。たけ待つでもないと。いや、松は僕の中では高子の方なんで。ああ、そうなんだ。たかたか、はい、単刀直入に言うけど、はい、俺らに隠してることないかな。隠してることですか。うん、隠してること、マジで見当がつかん。どういう系統ですか。いや、食べ物関係よね、どっちかというと。まあそうだな、食べ物関係で、うん、そんな食生活というかとかやし、あとはまあ排泄関係とかね。排泄関係、まあね、うん、排泄に関して問題があったと聞いております。何ですか、人になったことですか。人になったの。いや、なんか人ではないと思うんですけど、俺なんか待ち金剤の時に買ったものが当たって、はい、3週間ぐらい胃腸炎になったんですよ。あー、なるほどね。死にはないと思う。そうなんや。あー、そこ聞きたかった。それ聞きたかった。それ一番。それ、そんなですか。お疲れ。お疲れ。お疲れです。あー、探す。探します。レンガーさん、どうぞ。キム、最近どう。最近どうとは。最近の暮らしは。暮らしですか。楽しんでる。はい、楽しんでます。そういうキムに聞きたいことあんねんけど。はい。キム最近なんか俺らに隠してることとかない？隠してることですか。うん、一応噂では聞いてる。それを確かめたくて、はい、今日はミーティングをしてる。なるほど。うん、はい。これ私実家でもそうなんですけども、うん、うん、非常にお風呂に入ってる時間が長いと言われまして、うんうん、でしかもこの家では夜中に入ることが多いので、まあ、みんなが寝てる時間にお風呂に入ってちょっとうるさいのはちょっと迷惑かなっていうふうに思っております。なるほど。うん、それは逆に知らんかったわ。正直、今月の水道代が5万超えとってんな。はい、俺全然入ってへんの、正直言って。風呂とかも、はい、うん、取り返しつかへんもんね。そうなんよね。腹水盆に帰らず、お盆は実家に帰る。そうやろ。はい、そうやろ。そういうことよ。本当にそう。お前がしてることってのは。ちょっとあれするか。何しますか。まあ干されて。はい。YouTube やるにあたって、はい、何が一番大事だと思う。YouTube やるにあたってですか。YouTuber は顔じゃないから。そうなんですか。写真室だから。ああ。一番送り出すところが一番大事だと。そう。はいからちゃんと受け止めるところが大事じゃないですか。そう。自分で自ら発信していく。それは間違いないと思う。それについてはどうだ。それについてですか。 YouTube でいうコメントとか、うん、彼らの反応が例えばまあ体内でいう血液に同じになって、うん、それを受け止める、うん、右心室ですかね、もしかしたら。うん、が多分体内からの血液を一気に受け止めるかと思うんですよ。そうね、心房室か。事務所は、事務所が何だと思う。心臓を受ける。事務所ですか。心臓を受ける事務所、まあ、便的な感じ。おお、一緒。一緒。
そう、重症ってのは心臓でいう弁の部分に当たるもんで、はい、まあそのクレームとかそういったものを引き止める役割を持ってるから、まあ、なくてはならない存在だね。そうですね。はい、はい、まあここから本題ね。はい、まあ正直ここだけの話、はい、お前が隠してることについて、はい、俺は聞きたい。なるほど。隠してるよね。最近は電気で消してますよ。いやいやいや、まあまあまあ、まあ、そうかもしれないけどね。それ以外にあるでしょ。俺の家でしたよな、あれを。お手洗いですか。うん。え、流してないとかですか。そんなことしますよ。まあ言っちゃえばそういうことになるか。そんなことします。自分で自分には決める。物が残っちゃってたんですよね。それは本当に面白い。で、お前自分でも衝撃なんですけど。そんなことしますよ。ほんまにちょっと自分を疑いますね、ほんまに。生き方についてい生き方についというわけで、後輩にもしもお前俺に隠してることあるやろって一生問い詰め続けたら何かしら出てくる説でした。ごめんなさい。いや普通にやっちゃってたかなって思いました。大丈夫です。大丈夫でしたか。いやびっくりした。本当にびっくりした。いや本当に、いやごめんね。はい、まあ、いやマジでやってもらおうと思った。いやあの、まあ正直別にね、まあ最悪うんこ流せなくても俺全然大丈夫。いや詰まって水道業者ちょっと事件なんで、一旦